重信川は、愛媛県中予地方を流れる一級河川、重信川水系の元川。東温市付近を船長として、広大な船上地を形成している。戦国時代以前は、伊予川と呼ばれていた。氾濫の多い暴れ川であったと伝えられ、時代により流れを幾度も変えている。休憩者地を水源とするため、川底にされ木がたまりやすく、天井川であったと伝えられる。 高輪半島の東三方が森南独に発し、南流。東温市民奈良からは向きを西に変える。松山平野を潤し、松山市と伊予郡正木町との境界を成しつつ、伊予灘に注ぐ。高低差の割に、河川町が短いため、たびたび洪水に見舞われる一方、川床は、桜木層であり、流域の両岸には副流水による流水が多く、灌漑等に用いられてきた。 河口は、西日本有数の渡り鳥の虎市となっている。2012年12月5日、重信川の自然を育む会による調査が行われ、東三方が森山頂から東北東約500メートルの山中にある石積み延低箇所を源流点とした。正確な位置は、標高1000メートル、北緯33度54分17秒。 統計百132度57分55秒であった。典型的な線上地下線で伏流しているので、普段は流量も少なく見えるが、降雨が続くと一気に伏流水が地上に溢れ、水害を引き起こす。もともと、伊予川と呼ばれていた、この川は、豪雨の土に氾濫していたため、文禄慶長年間に、松山城の城主、加藤義明が、 家臣の足立重信に改修を命じた。この重信の工事によって伊予川の氾濫が収まったため、その功績を称えるために人々は重信川と呼ぶようになった。河川名称に個人の名が付けられるのは日本では大変珍しいとされる。地元地域の小学生が清掃活動を行った。北吉井小学校は5回の清掃活動を行った。 南吉井小学校も、積極的である。西条丹原の山中に茂信川源流店を、確定愛媛新聞オンライン2017年10月14日、閲覧、ドイナカテルのモンド愛媛、川に名を残す足立茂信、松山河川国道事務所、茂信川とは、www.skr.mlit.go.jp、2019年9月7日閲覧、 ありがとうございます。